クーリー、岸本もう一度もらい直す、スリーポイント来た、もらい直した息を呑む県大琉球対名古屋第4クォーター0点、このアリーナのこけら落とすゲームのまさに大一番、打たさない名古屋だったんですが、もう一度もらい直して決めてきた。いやこれは本当にね、静かなガッツ、どういう攻撃を講じるかですよね、ここね。名古屋はこの 6.6 秒でゲームを決めてくるか、それともオーバータイムに入るのか。残り5秒、レオライオンズジャンパー決めた、レオライオンズ 1.4 秒、ここで試合終了。琉球ゴールデンキングス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズは85対87、これがチャンピオンシップ進出を取りに行く本気の名古屋、琉球を破り沖縄アリーナのこけら落としゲーム見事に勝利を飾りました。